逃げろや逃げろ、鬼すずめ、スピアー、怒り猿、みんなこの曲に乗って追いかけてきた。バトルシーンでの使用も多く、第6話のヒトデマン対ニャース、第9話のピカチュウ対カラカラ、第33話の人影対ガーディなど、サントアンヌ号もこの曲に乗って沈没してしまった。